サソリを飼育し、餌やりの方法を紹介します。こんにちは。2年間で約1900万回再生されたこの動画をご存知の方も多いと思いますが、それでもそれは限界ではありません。実際、イギリスチャンネルではこの動画は1年でに200万回再生されました。この動画は世界中で4000万人以上が視聴していることが分かりました。これらの動画の下には様々な意見を持つ何千ものコメントが並んでいました。そのため、この問題をより詳細に理解することにしました。その動画と同じサソリがいます。サソリは本質的に肉食性の食虫です。そして、サイズが小さいサソリの昆虫は食べ物として認識します。どんな昆虫でも、どんな場合でもサソリは昆虫を食べなければなりません。また、それぞれの昆虫は一応生き物です。サソリに、リンゴや他の果物や野菜を食べさせようとすると、サソリは生き残れません。しかしもちろん、そのような偽の昆虫を食べさせようとすると、サソリは生き残れません。そして、そのようなロボットゴキブリに対する、サソリの反応について話すならば、サソリの反応は確かにそうなるでしょう。サソリは、本質的に手強い武器を持っています。これは、こいつの刺し傷です。サソリの爪は、犠牲者が刺されるのを防ぐためによく使われます。人間とサソリに関して言えば、サソリが最初に人間を攻撃することは滅多にありません。サソリが最初に人々を攻撃しないとさえ言うことは、正しいだと思います。このサソリは、アジアの黒いサソリです。サソリで全てがはっきりしているなら、カマキリはどうですか？カマキリは本質的に肉食性の食虫でもあります。そしてしばしばカマキリは小さなトカゲやカエルさえ食べることができます。カマキリはまた通常の生活のために食物として昆虫を必要とします。さもなければカマキリは死んでしまいます。昆虫を他の食べ物に置き換えることは単にうまくいきません。そしてカマキリがそのサイズよりも小さいサソリを見つけた場合、カマキリはきっとそれを捕まえて食べるでしょう。しかし、ここで最も重要な問題が一つ発生します。この食物連鎖の立場でどっちが上なのでしょうか。カマキリそれともサソリ？例えば、今では小さなカマキリにサソリを植えました。サソリのことはわかりませんが、カマキリは確かにサソリを見ています。カマキリがサソリに気づくかどうかは、カマキリの頭を回すことで理解できます。ところで、カマキリは頭を180度回転させることができます。しかし、サソリも過小評価されるべきではありません。結局のところ、サソリはカマキリのように優れた視力も持っています。これでカマキリがサソリにどのように気づいたかがはっきりとわかります。そしてこのカマキリにとってサソリは本当の巨人のようです。そしてサソリの行動から判断すると、サソリはこのカマキリを脅威とは認識していません。このサソリの行動を知る限り、今は落ち着いた状態です。さて、小さなカマキリはこのサソリに非常に興味を持っています。そして、その瞬間のサソリは警戒していました。そのようなスタンドは、脅迫的に警告しています。サソリは見た目はすべて、この小さなカマキリに会うことに反対していることを示しています。しかし、これはカマキリを止めるものではありません。そして、サソリと接触した後、サソリはその爪を下げます。小さなカマキリが、そのような巨大なサソリに触れて、それを簡単に食べることができるとき、これらは本当に珍しいショットです。さらに、この小さなカマキリは、サソリの頂上に登ります。そして、あなたが見ることができるように、サソリはカマキリに、それをすることを許しました。これは、サソリの頭に2から8個の目がある、つまり、すべてを完全に見ているという事実にもかかわらずです。
サソリは小さなカマキリに触れないことが分かりました。さて、大きなカマキリはどうなりますか？まず、特に若い人と老人には、この病から見るのをやめるように警告したいと思います。そしてカマキリとサソリの両方が、お互いを食べ物として認識していることを、すでに理解しています。もちろん、小さなカマキリと巨大なサソリの出会いが除外されない限り、今、あなたは、年配のメスカマキリを見ますが、自然界では、今年のこの時期には、カマキリが、もう死ぬので、カマキリを見つけることはできません。サソリはすぐに脅迫的な姿勢をとり、カマキリ自身もこのサソリに気づきました。このカマキリはとても印象的な、大きさで、サソリを簡単につかむことができるように思えます。今、カマキリは何らかの理由でサソリを鞍に乗せており、このサソリに噛まれることはほとんどありません。サソリはすでに興奮していますが、少し後、カマキリがサソリに近づいた時、サソリはカマキリを掴んで刺そうとしました。同時に、カマキリもサソリを捕まえようとしましたが、カマキリは弱かったです。おそらく、この光景は本当に残酷に見えるかもしれません。しかし、あなたはライオンが、自然の中で、どのように獲物を狩るかを知っています。捕食性の動物や昆虫は、獲物を憐れみません。そして、獲物はしばしば弱いものです。それが、今日のすべてです。興味があれば、この動画にいいぞ、そして、チャンネル登録することを忘れないでください。また、この動画を友達と共有してください。新しいエピソードを見逃さないように、ベルをクリックしてください。見てくれてありがとう。おかしな科学のチャンネルでお会いしましょう。